見て見て。君から見てエリナはどんな料理人かな。いや、どんなって味にすんげーうるさくていつもピリピリしてる感じっすね。それは半分くらい君のせいです。エリナはよく笑う子だった。まずいわ。何よ何よ何よ、私がせっかく作ってあげたのに。だって美味しくないんだもの。でもありがとうアリス。ん？残りはいらないけどね。何よ。北欧行きたいです、お願い。じゃあねエリナ、次に会うとき私はものすごい調理の技術を手にしているわ。私が北欧から戻っても吠え面かかないことね。何よ、鼻向けの言葉ぐらいあってもいいんじゃなくて。手紙書いてよこしなさいよね。エリナ、おいで。お父様、どこへ行くのです？エリナ、いい料理人になりたいかい？はい。いい子だ。ならばついておいで。さあ、これから君に料理を教えてあげよう。さて、どちらが正しい味付けかな？右です。左の方は動物性油脂が主張しすぎて、調和していません。よろしい。では、左の皿の上にあるものをくず入れに捨てなさい。え？でも、料理を粗末に扱うなんて。やるんだ。お父様、痛い。痛いです。やるんだ。よくやったね。情けを持ってはいけない。語るべきは味の是非だけ。不出来な品を決して許すな。この父の認めるもの以外はクズだ、悪太だ、ゴミだ。お父様が認めるもの以外はクズだ、悪太だ、ゴミだ。ゴミ。まずいまずいまずいわ。よくもまあこんな品を私に出せたものね。反省なさい。中村あざみ、貴様を戸付から追放する。心外ですねお父さん。僕の教育でやがて神の舌は完成形に至るのに。こんなものは教育ではない、洗脳だ。貴様は危険すぎる。二度と泣き霊を名乗ることは許さん。そのようにしてあやつは戸付から追放された。その後本拠地を海外に置き、富裕層だけの閉じられたコミュニティを作り活動していると聞いたが、まさか十傑に取り入り謀反を起こすとはな。ざまあない。洗脳されたエリナは少しずつ自分を取り戻していった。アラトシサコを含め多くの者が助けてくれた。しかしアザミは知っている。エリナの心がまだ鳥かごの中にあることを。キャツの手口はおそらく10年前と同じだ。エリナの外界への接触を制限し、頼れるものはヤツだけという状態を作り上げる。当時アリスが北欧から送ってきたエリナ宛ての手紙もヤツは全て処分していた。エリナは再び誰の声も届かぬ場所に閉じ込められてしまう。雪平相馬、君への要件はただ一つ。エリナを救ってやってほしい。頼む。